ファミズアップ編集部のサンデシゲです。そして部長来ました。今ね、日替わりリーダーハンディキャップバトルっていうんですか、リーダーリーグやってるんですけど、さっきちょっとツイッターの方でアンケートを取らせていただいて、何が見たいかっていうところでね、メデューサ、ダイアップのメデューサが1位だったんですけど、このケルベロスがね一番低かったんですよ。で、個人的にはこのケルベロスでやろうかなと思ったんですけど、一番低かったんですけど、意外とねやっぱりケルベロスも見てみたいっていう人がいらっしゃったんで、ちょっとこのケルベロスでも行ってみます。サブリーダーは、一番評価高かった、どうでもいいからレッドドラゴンっていうね、レッドドラゴンで行ってみます。はい、相手の方が2連勝中のサイクロプスの方でしたね。これ行ってみようか。サイクロプス止められんのかな、これで。お気に入りの騎馬兵がいますけどね、3つ目取りたいな。うわー、ゴブリンいたら無理だ。いけるかな、無理だね、諦めよう。ここだけでいいや、2番目で。危な、取られるとこだった。うわー、でも壁がいないじゃん。これ出してみよう早速。前行ったよ、いいんじゃない。結構やっぱ、うわやられちゃうよね、そりゃ。あのサイクロプスには当たりたくないから。あー、取られてる、ゴブリンに。サイクロプスには噛みつき。やっぱ噛みつき多分結構強いはずなんだよね。あ、取られた、マジっすか。落ち着いていこう。よし、一撃入ってるよ。あとちょっとじゃ、このゼウスね、剣士で倒せんじゃないか。無理？さすがに。よし、これはいったでしょう。騎馬兵、走り騎馬兵。この大砲は？いいでしょう。オッケー。前方にカタパルトに、やっぱ前方には索敵範囲ね、レッドドラゴン意外とあるんですよね。はい、相手の方が猫でしたね。プリティキャットじゃない方の、ニャンコの方の猫ですね。ニャンコ大戦争。これ行こう。やっぱ両方迎撃でしょ？リーダーが。しかも、両方同じような動き、するんで。やっぱね、押せる力がないと。あ、来た。猫。はレベル40のお城ですね。ここは取られちゃうか。どうやっても。いっぱい剣士が来てる。
やられちゃった。第一技強いな。これだとどうなんだろうね。バルーンには勝てないのかな。あ、エンジェロコ。地上に。あー、入っちゃった。きついぞこれ。一点突破されてる。ケルベロスを使いたいんだけどな。うわー、食べられた。ダメか。耐えられず。ゼウスリーダーの方でしたね。どうなんだ？これは違う。行ってみよう。火力でしょ、やっぱり。あんまり相性良くないでしょ、この。なんつうの？ケルベロスとレッドドラゴン？そんな気がするんだけど、両方なんか動きが似てるもんね。出しどころが近いっちゃ近いのような気もするんで。これかな。 OK。 うわー、また来たな。ここはもう行くよ。レッドドラゴンです。前に行くでしょ。足止めされてるね、剣士でね。剣士倒すの結構一苦労な感じ。オッケー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 。スルーしていこう。だいぶこれ剣士にコスト使ってるでしょ。あの亀が。いって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 。うわー、コーラスピン。つい、やられちまった。うわー、無理だー。どうしようかな。とりあえず落城負けしたくないけど、いけるかな。なかなか難しい。再戦してみました。ゼウスだったね。ゼウス。
ゼウスとバルーンか、多分ね。やっぱでもケルベロス火力は、まあ、中アップだからっていうのもあるんでしょうけど高いですよね。噛みつきが、あとはリーダーっていうのもあって出やすい。取れない。どうしようかねこれね。ここだ。うわ、またいるの？カニ、カメ。今のうちに前行ってもらおうか、ケルベロスに。剣士で足止めされてるうちに。行った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 。行ってる。やべ。マーマンに食らっちまった。うわマジで範囲が広いよ。やられちゃったな。いつの間にかやっぱやられちゃうんだよね。カメが突破できん。厳しいか。残念。はい、またゼウスの方。ゼウス多いっすね。そんなに多い感じはしなかったんですけど、今日はやたら。行ってみよう。レッドドラゴン早く出しすぎなのかな。画面上下のね、攻撃範囲が本当に狭いっぽいんで、そこですよね。取れなかった。大砲撃つか。うわ、取られた。即死は無効です。ちなみに来てるね、下までね。さすがにでもこれやられちゃうよね。行かないの？届かない？
し。どうだ、やっぱ逮捕3発なの。逮捕3発きついな。なすすべなし。ダメですね。はい、相手のまたリーダーウサギ、いいんじゃない。このチケット最後にしようかな。勝てば 3連勝、負けたら終わり。どうですか部長、緊張感のある。あれ、城が小さいぞ。城小さくてもね、最近本当に強い人ばっかりですからね。ここ取られると結構本当ね困るんだよね。噛みつき、噛みつき、いい噛みつき。ちょっとタイマン勝負してみようか。全然か、やっぱ上に行かないんだね。トレントに近いかな。対空目当てでやると本当に爆撃が範囲が広い。あのライダー倒さないと話にならないぞ。あとはライダー、ライダーじゃない、アーチャーでそこは倒してもらって、時間があるかどうか。どうなってる？スケルトンいるからなんとかなるかな？わー厳しいか？ギリギリか？オークがいる。逃げた。いけてるいけてるいけてる。オッケー、ギリギリチケット生き残り。次いきます。お次はスケルトンです。スケルトンはあれですもんね、特にこれでいこう。能力アップないですもんね。強いんだよなスケルトン。部長もね、今あれですよね、27まで上げましたね、スケルトン。耐久が意外と上がってきますからね。27の先でしょうけど、金色のスケルトンですよ、ゴールデン。ゼウスとかってあっという間に洗えちゃうのかな。
ゴブリンで取れる。オッケー。これ上はどうなってんだ。無駄遣いしちゃったな。なるほど。いっぱい飛ばしてくるぞ。グリフォンはまあいいでしょう。そんなに飛ばしますか。カメ反応しない。危ない。カメ全く反応しないじゃんこれ。時間取れ。これは悲しい。これは悲しすぎる。対空？いっぱいスケルトン来たよ。こっからもう無理でしょう、勝つのは。ケルベロスの最後火力を見せてくれ。いろいろ考えてたらこんなことになってしまった。まあ、この辺で終わりにしておきますか。ちょっと不甲斐ない感じでしたけどね。はい。ありがとうございます。